はい、おはようございます。それではですね、時間が来ましたので、授業を始めていきたいと思います。応用微分方程式論2022年4月27日の授業となります。はい、で、前回とにかく2回の、変数係数の微分方程式で Z は複素数で考えてください。で、こういうものを考えて、で、P と Q という変数係数は、Z イコール α の近傍に正則な領域を取れると。で、Z イコール α っていうのは、P または Q のどちらかまたは両方が孤立得意点で、Z イコール α に、たかだか1位の極を PZ は持っていて、そして、QZ は Z イコール α に、たかだか2位の極を持っている状況を考えると。で、こういう、Z イコール α のことをこの微分方程式の確定得意点というふうに言いますよというふうに前回言ったわけです。で、この確定得意点周りの級数表示解っていうのは前回の話でこんな風な形に書けますよと。で、ここでラムダ1とラムダ2っていう、あ、もちろんこの、解が成立するのはこの領域です。Z イコール α をくり抜いた、α から半径 R の円の内側の領域です。はい。それで、ラムダ1とラムダ2っていうのは、いわゆる特性方程式って言いましたが、この二次方程式の根になります。で、それから CN ラムダっていうのは、これは全化式ですね。こういう全化式。で、前回の、この式書いたときに、ここの赤い波のところ、n-m のところ、ここも勢いで n ってただ書いてしまいました。ここは n-m の間違いです。ので、前回のノートで訂正しておいてください。で、前回の、板書の、板書写真を撮った PDF ファイルの中に、ここの部分の訂正を、入れておきました。ので、そちらでも確認していただけますので、確認してください。はい。ここのところ間違ってましたので、訂正です。それで、書き間違いですね。それで、CN ラムダっていうのは、ここに出てくるのが、C0 ラムダから、C の、n-1 ラムダまでなんですね。で、C0 ラムダから C の、n-1 までしか出てこないです、ここに。それを使って CN ラムダが書かれているという形の全化式になります。はい。で、これを使って CN ラムダっていうのを決めてやればいいんですよ。ちなみに AM と BM は PZ と QZ にそれぞれ Z-α と Z-α の事情をそれぞれかけたやつのテーラー級数、Z イコール α の周りのテーラー級数の係数になってます。なのでこんな風な形に転移されるということになってます。はい。で、これで、あとはラムダ1とラムダ2に対して少なくとも重根になる場合っていうのは、ちょっと考えなきゃいけないね。つまりラムダ1とラムダ2重根になったら、この W1 と W2 が一致してしまいますので、その場合にはとにかくもう一個、このすでに得られている解と一次独立な解を持ってこないと基本形を作れないですね。で、もう一つは、それだけじゃなくて、ラムダ1引くラムダ2っていうのが、自然数になる場合と、ラムダ1引くラムダ2がマイナスをつけた、その自然数にマイナスをつけたやつ。マイナス1、だからマイナス K って書きましたね、ここ。こっちはプラス K ですね。で、K はどちらも自然数。こういうような状況になるときは、実はここの分母がですね、分母が n イコール k の時に、n イコール k の時に、この頭についているこのファクターの分母が0になっちゃう。で、ck が0になると、ck プラス1も ck プラス2もみんな、じゃない、ck が発散したら、ck プラス1も ck プラス2も ck プラス3も全部発散してるんです。それ以降、全部発散してるんです。この全化式を見るとすぐわかります。なので、このケース3の場合、ラムダ1マイナスラムダ2が自然数の場合には、W2 の方が、この中の W2 の方が発散すると。で、ただし、W1 は有限確定して、解としての機能を持ってます。逆に、ラムダ1引くラムダ2が、負の整数の場合、
負の整数の場合には、この場合には n イコール k で、今度は こいつがですね、ラムダ1の時にこいつが発散します。でこれ、n 足す、あ、 k 足す、ラムダ1がちょうど、ラムダ2になるってことで、こう書き換えられて、これ特性方程式を変えながら0だよってなるんですけども、上も同じような状況で0になってたんですが、はい。で、こちらの場合どうなるかっていうと、今度は CK、ラムダ1に対する CK が発散します。で、CK が発散したら CK プラス1も発散するし、CK プラス2も発散する、点点点で、W1Z が完全に発散してしまいます。はい。2の Z に対して発散してしまいます。発散してしまいます。なので、W1Z が発散し、ただし W2Z、これ2って、うん、まあ、いいや。W2Z はこれは有限確定です。W2Z は有限確定なので、なので、ケース3とケース4は、それぞれ W1 はまず解として持っています。なので、もう一個の一時独立な解を出してこなければなりません。ケース4の場合には W2 の方は解としての機能を持ってます。ただ W1 の方が発散しちゃってるから、2の Z に対して発散しちまってるので、W2Z に対して一時独立な解を持ってきな、こなきゃいけません。ということになります。で、ちなみに、ケース3が分かれば、ケース4はラムダ1とラムダ2ひっくり返しゃいいので、ケース2とで、あと、ケース1はこれはもうそもそも、ラムダ1ひく2っていうのが、整数じゃない場合、非整数の場合には、W1 と W2 っていうのは、これは一時独立な解なので、基本形を構成していて、一般解はこうなるよっていうことで終わりで、あと、ケース2とケース3をやれば、ケース3からケース4は、そのまま、ラムダ1とラムダ2をひっくり返せばいいので出てきます。なので、この後や、今日やるのは、まず、ケース2とケース3の説明をしていきたいと思います。まずは、ここで一度切りたいと思います。はい、それではですね、この、微分方程式、今先ほどの、ケース1からケース4までの場合分けをしていて、ケース1はとにかく問題ないですよ。ケース2と3とケース4、2と3についてこれから説明しますと言いました。ケース4はケース3が分かれば、ラムダ1とラムダ2を役割ひっくり返せばいいのですぐ出てきますので、ケース2とケース3ということになります。はい。で、まずこのホワイトボードを、ひっくり返します。よっこらしょ。はい。それでですね、まず、最初から、ずっとこの記号を、出しながらあまり使ってこなかったんですが、L カッコ WZ というこういう記号ですね。これは基本的に、こういうふうな L カッコ WZ といったら、こういうふうな、記号を表すよということで、そう考えておいてください。はい。それで、ここで、これを
任意の複素数ラムダに対して考えています。任意の複素数ラムダ。ここではだから、これ、セーターにでもしときますか。まあ、セーターにする、セーターにする。よし、これでやってみよう。まあいいや。やっぱりここ、失敗すると怖いので、ラムダとしておきます。で、これラムダはもともと、特性方程式の解だよっていうふうにしておきましたが、そのことは一旦忘れます。そして、z は、このマイナスアルファの絶対値 r というところで考えています。はい。だから、ラムダは特性方程式の解と一旦忘れます。それで、これを計算してやると、前回これは計算した話と全く同じなので、そうするとどうなるかっていうと、C0 括弧のラムダ。これがまず出てきて、A0 の N たすラムダ、これが入って、そしてあとはたすの1からか、あ、そうか、今ちょっとここで一つすみません訂正があるかもしれないので、ああやっぱり間違った、すいません、ここの m=0、 これ m=1 です、すいません、今気がつきました、ここ1です、すいません、ここ1でした、訂正しておきます、これここ m=1 からです、すいません、訂正しておきます、申し訳ありません。先ほどの、ホワイトボードの記載で m=0 からじゃなくて m=1 からです。すいません。はい。それで戻ります。よいしょ。なぜ気がついたかというと、ここが1だからです。はい。失礼しました。はい。それで、ここのところは、括弧で am の となって、ちょっとこれもう少し
となって中括弧で風な形になります。はい。で、これ要するにこいつをただ入れただけです。で、これは基本的にこれもラムダは、この C っていうのはすべてのまあいいや、これはを除くすべての複素数です。はい、無限点を除くすべての複素数の集合です。はい、で、それで、まず、これで、ケース2を、先ほどのケース2を考えてみます。で、これは、重根となっている場合です。はい。で、その時一つ目の解は。ここのラムダと、ここのラムダと、ちょっとこれ、ここにラムダって書くのちょっと嫌だな。はい、ちょっとすいません。この WZ ちょっと違う記号にさせてください。ここは、W の括弧の Z コンマ、こうしておきましょう。すいません。だから、これ、W じゃなくて U にしましょうか。その方いいね。U括弧の Z こういうふうに書きましょう。はい、すいません、 W じゃなくて U です。一箇所だけ書き換えればいいからいいですね。はい、という形にしておきます。すいません。そうすると一つ目の解は風になって、これで得られるわけです。はい、それで2つ目の回なんですが、実は重根の時に重根条件を使うと、これが2分の1の1マイナス A0 になっています。はい。これ解いて、重根条件だって言って、あと解いてみればすぐ出てきます。はい。ということです。で、それで、重根条件ではあるんですが、今 C の、こいつは、
この前科式が満たすとします。ちょっとこれ薄くなってきましたね。よいしょ。こいつを満たすものとします。2の N に対して、2の整数 N に対して、だからここのところに N イコール1,2,3…というふうになります。はい、0からかな、1からでいいですね。はい、ということは、ここも、あ、すいません。ここも1でした。ここ1です。失礼しました。ここ1です。はい。はい。で、こんな風になってます。それで、こんなにゆっくりしてると、本当に、全部話せなくなっちゃうんですが、まあいいでしょう。頑張ってやってみます。はい。その上で、この前科式が成り立っているので、ここの中で、こいつはどうなるかっていうと、この n イコール1から無限大のここの項がこいつは成り立っているよっていうから消えちゃって、それでこれだけが残ります。これだけが残ります。で、ここでですね、何やるかっていうと、こいつをラムダで、微分してやります。ここで微分をしたかったので、一度この特性方程式忘れたんです。そして、2のラムダに対して、2の複素数ラムダに対してっていうふうに言ったんです。で、あともう一つは、ここの C0 は、C0 ラムダだけはラムダによらない係数とします。もう一つ。その上でこれ微分してやります。だから、ここのところの C0 ラムダは、C0 に変わります。
で、その上でこれ微分してやるとどうなるかっていうと、これが こうなりますので、で、ここで、ラムダを、ラムダ1イコールラムダ2イコール、どこだったかな ?2 分の1の、括弧の 1-A0 の極限を取りますと、これ、0になります。はい。で、しかも、なので、で、しかもこいつは、こうなんですが、今だからこうなるんですが、こういうふうに書き換えることができてしまいます。なぜかというと、ここのところが正義の線形の微分方程式になってるから、ここの微分は全部この L の内側に持ってくることができます。L の内側に持ってくるってことは、この W そのものにこいつをオペレートしてやるっていうことでひっくり返すことができてしまいます。はい。なのでこれができてしまいます。ということはどういうことかっていうと、もう一つの解ということが言えてしまいます。はい。なんか狐につままれたような話ですが、この L っていうオペレーターが線形オペレーターになってるっていうことが非常に大きく効いてるわけです。はい。で、実際にこれ計算するとどうなるかっていうと、これはここにありますから、1にすることも。
まずこれが出てきます。ちょっとここ見にくいからもうちょっとはもうちょっと明確に書きましょう。ここはこの括弧いらないな。で第1項がこれ で第2項が。台にしてにしてこんなふうな形です。はい。で、これがケース2におけるもう一つの解なわけです。で、ちなみにここのところから何が出てくるかっていうと。これが出てきます。はい。あ、それであと、ラムダ1はここに書いてある通り、もう一回書きますと、ラムダ1イコール重根の場合なので、2分の1の1マイナス A0 です。はい。という形になります。一回指数の型に上げて、微分してから元に戻すから、ラムダで微分するんだから、ログ、いいですね。はい。こうなります。で、ここから z イコール α のログ発散が出てきます。はい。というようなことになります。はい。で、一応これがケース2の場合の式なんですが、その時のここの後ろのところのこの cn ラムダをラムダで微分するって cn ラムダって要するにここら辺に書いてある全化式を満たすような cn ラムダなんですよね。それに対してこれ微分して極限を取ってどうなるかっていうのは、これものすごい計算です。で、僕の日本語の講義ノートの方にその計算の一部が書いてあったと思いますので、そちらの方で参照してください。で、これでケース2の場合が終わります。重根の場合です。で、この後、ラムダ1とラムダ1引くラムダ2が、自然数になる場合の、話をしていきます。はい。で、このケース2と、それからケース3の方法を称して、フロベニウスの方法っていうふうに、言われています。はい。ここでちょっとまた休憩を入れたいと思います。はい、それではですね、ケース3に移ります。で、このホワイトボードをですね、使って、一部の式はちょっと使うんで、ちょっと、それを、どこまで消すかという話なんですが、一応ですね、わからなくならないように一回消します、この辺。ガーッと。
で、ケース3の場合はどうするかっていうと、ここから話をしていきます。そうすると、ケース3の場合っていうのは、コンですね。で、K っていうのは自然数です。で、この時少なくとも W2 の方は発散するんですが、W1 の方は、これ、ここの U のところのラムダをラムダ1にしたやつで、これは、有限確定します。はい。で、そこで、先ほどと同じように、特性方程式の解であるということを一旦忘れて、2の複素数ラムダに対して、先ほどと同じように、ここの、ここ M ですね。さっきのね。ここ M ですね。間違ってましたね。失礼しました。さっきのホワイトボードで、ここのところ、こちら、2行目、ここのところ B0 って書いちゃいました。BM ですね。今気がつきました。あとで、写真を上げるときにこれも訂正しておきます。というふうにしておきます。それで N は N は自然数ですね。はい。で、そうするとこの場合で、この場合は実はこの L に対して λ-λ2 という謎のファクターをかけた上で
U カッコ Z コンマラムダっていうこういうものを考えています。でラムダは今2の複素数で、ただし C ラム CN だけはこの全化式を、満たすものとすると。で、あとで先ほどと同じように C0 ラムダだけはラムダによらないというふうにしてやります。はい、それでこいつなんですが、後ろ皆消えますので前だけ残るので、こんな風な形になります。あ、Z-α のラムダマイナス。これ抜けてますね。これが抜けてます。すいません。これの、あ、ごめん。これでいいんですね。はい、すいません。それで、その上で、これをここで入れてやらないと、こいつの微分がちょっと、ごちょごちょ出てくるので、ここは C0 にしておきます。はい。はい。で、それに対して、これをラムダで微分してから、ラムダで微分してから、ラムダをに、2を入れる極限を取ってやります。はい。で、そうすると、これ、実は、こうなるんですが、で、これ計算省略しますが、こいつ実は、ゼロになります。で、ゼロになるので、で、あとはここの、極限、ラムダ微分して極限を L の中に入れてやる。
で、宣言オペレーターなので、これができてしまうので、なので、これの回ということになります。はい。それで、こいつ計算してやればいいということになります。で、結果的にこれはどうなるかっていうと、うん、こっから先はすいません。僕の日本語の講義ノートに書いてあるので、ここだけでちょっとコンパクトに何かうまく分かりやすい回にできるかなと思ったんですが、ちょっとここで少し、スペースを取って、こっから先は、僕の講義、日本語の講義ノートの中に書いてありますので、そちらで参照してください。一応これラムダで微分してやってから、ラムダを2に、ラムダ2にする極限を取っています。はい。で、最後になりますが、ケース4に対しては、これはそっかこいつにまあいいやとにかくこれを計算すればいいということです。はい、すいません。でこれはでこの場合はラムダ1とラムダ2を置き換えるだけです。で、この場合も、少なくとも、
CS4 の場合には、ラムダ2の方が、W2 の方が解で、それに対してもう一つの解を W4Z とすると、それはこの計算をすることによって得られるということになります。はい。で、どちらもですね、実は、この解の中に、ログの Z-α っていう項が出てきて、それで、Z イコール α でのログ発散が、この計算実際にやってやると出てきます。で、その部分はちょっと省略します。はい。ということで、これで一応ですね、変数係数の場合の確定特異点周りでの解の、出し方、フロベニウスの方法っていうんですが、この出し方についての説明を、終えたいと思います。で、この後ですね、ルジャンドルの微分方程式に移っていきたいと思います。で、今日はこの後、ルジャンドルの微分方程式の話、触り分けちょっとして、それで、終わりにしたいと思います。また2分くらいちょっと、ここで休憩を入れたいと思います。すいません。ですね。さっき、前のところの説明で、この説明のところで、この先、ルジャンドルの微分方程式の話をしますと言いましたが、今始めると、ちょっとですね、12時10分ぐらいまで経ってしまうので、ちょっと変更します。で、ここの話の中で省略した、さっき省略した、まず、ここの部分のところの、導出をちょっと説明してみたいと思います。はい。で、こいつなんですが、どうするかっていうと、これは、微分すると、まず、これが、最初のラムダで、このラムダマイナス2を微分すると、こうなります。で、次の子を微分すると、これが出てきます。で、ちょっと場所がないですね。困りましたね。じゃあちょっとここのとこ少しだけ消してそれで書きますか。うん。で、もう一つの項を微分すると、こいつが出てくるので、にログの Z-α が出てくるので、結局これですね、一回ちょっと消しますね。これ微分すると、結果的にどうなるかっていうと、これでこいつが出てき、まずこれが出てきて、その次に、これが出てきて、その次にプラス、ラムダで微分したときに、A0 ラムダ足す B0 カッコのログの
Z-α がここに出るからです。はい。で、これ全体に、かける Z-α のラムダマイナス2が出てきます。はい。で、この中括弧の中身は、まず、ラムダ2を入れると、ラムダ2っていうのは、この微分、特性方程式の解なので、ここが0になります。で、その2番目の項は、ラムダに2を近づけると、ここで0になります。で、3番目もここで0になります。ということで、これが出てくるということになります。ということです。そして、あともう一つですが、今度は、ここです。この W3、さっきちょっとですね、計算を、講義ノート使っ、見てねって言って、ごまかしたんですが、実際これどうなるかっていうとですね、これ、形成用の方ちょっと一回消しますね。で、説明しますと、こちらは、ですね。で、これ、この、このラムダマイナスラムダ2に u をかけるってこの式ですね。これを、ちゃんと書いてあります。そうするとどうなるかっていうと、これ u の中にこれ代入して微分すると、最初の式はどうなるかっていうと、2になる。そして、Z-α のラムダ乗っていうのがここにまず出てきて、これをラムダで微分してラムダを2に近づけてねっていうのがまず出てきて、そしてその後このラムダマイナス2をここのところのですね、CN ラムダの中に押し込めてやるんです。その上でラムダで今度こっち側の微分をやってやります。そうするだからここのところはまずこいつを移さなきゃいけない。イコール0からプラス無限大の CN ラムダの Z マイナスアルファの N 乗っていうのがまずここに入って。はい。で、そしてその上で、あとは、どうなるかっていうと、足す、今度は、Z マイナス、アルファの、Z マイナスアルファの、ここはラムダ2乗が入って、そして、で、そして、こういうふうな形です。はい。それで、ここから何が出てくるかっていうと、Z-α のラムダ2乗、これ赤で書くと、赤薄いんですよね、これ。これ、ここから、Z-α の、ラムダ2が出てきて、そしてログの Z-α がこの赤い線のところから出てきます。はい、ちなみに、ここのログアルファ以外のこのZ-α のラムダ2と、ここ、これ2ですね。すみません。ここはもうラムダ2入れちゃっていいんです。すみません。
ここの部分合わせると実際にはまあ、いや、とにかくここの部分からこれが出てきます。はい。ということで、これで、C3 についての場合が、出来上がるということになります。はい。というわけで、これで、基本的には、計算が、出来上がります。はい。これで、W3 の計算ができるということで、で、同じようにして、今度は、同じようにして、今度は、なんていうか、係数4についても同じようにして計算することができるということになってくるわけです。大体以上で、となります。はい。ちょっとここの部分ですね。ルジャンドルの微分方程式は来週やりましょう。で、今日はここまでにしておきたいと思います。それでは皆さんごきげんよう。はい、すいません。先ほどの授業の方閉じてしまいましたが、ここで、ちょっと訂正を入れたいと思います。先ほど最後に W3 を計算するときにこんな風になるというふうな話をしました。で、これなんですが、ここ一箇所だけ違ってました。これ違ってます。これはこっちじゃなくて、にして、これが入ります。すいません。ここ違ってましたので訂正です。はい。これが正しい式です。こちら間違ってますので、先ほど授業の最後のところで、説明した中で、これ違ってます。ここの部分は CN ラムダ2じゃなくて、これが入ります。この極限がここで入ります。はい。ここのところ、ちょっと、うっかり間違えてしまいました。申し訳ありません。訂正させていただきます。はい。それでは、本当にごきげんよう。